ディオエスコルピオよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラです。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ選手入場です。ラインナップです。勝者はどちらなのか。そろそろ試合が始まります。ここは競り勝ちます。長い縦へのボール、ここでファウルをもらいます。ファン・インジンシュン、これはカード。うまく反応してシュートまで持っていきました。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出してるボールがね、非常に効果的ですよね。この試合初めてのシュートを放ちました。ここで先制。シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。そう試合何回も訪れないじゃないですかね、こういったシーンというのはね。両者のタイミングがなければ生まれないゴールですよね。
しないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。チャンス抜けた、期待期待値、抜けてきますね。シュート、同点。いや、動きのあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。絶妙なタイミング、バックスライン際の駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、スルーパスを出した選手からのメッセージ、入ってくれというようなメッセージをしっかり受け取ってのシュートですよね。ゲームです。同点で前半折り返しという両チームです。レジの部分ではね、一応今買わないところもありましたけども、個人が持っている能力、それはやはり見どころありますよね。そうですね、前半は1対1の同点で終了しています。後半キックオフ、ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。ありましたよ、自分で行く。これはファールを取られました。おっと、ここでカードが出ます。バラムとしては縦にボールを送ります。ここは競り勝ちます。ロングフィードで狙う、足元大事に行きます。ファンインジンシュ、完全にバックスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、まあディフェンダーがしっかり寄せてましたからね、はい、狙い通りのシュートっていうのはなかなか難しいですよね。なるほど、ここはファールです。ここは競り勝ちます。ボールつながります。中央へシュート、ホームでのこのビッグチャンス、ものにできません。両チームともなかなかこうゴールを打ち上げるのは難しい状況ですよね。さあ、緊迫した状況は非常に見応えありますよね。そうですね、
声を送りました。このボールに触ります。一旦キーパーに戻します。キーパーから前線へ、スペースへ出す、シュート、ルーズボール、勝ち越し。試合をひっくり返します。ムカバラム、こぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。いや、これはポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できて初めてそこにいましたね。まだまだないんですよね。普通ならどうしようになっちゃいました。やはり今自分がどこにいるのか位置を把握できないと、ここまで落ち着いて流し込むことができないですからね。いいことでしたね。勝負どこですね。直接、クロスバーの少し上、縦にボールをつないでいきます。サイドのスペースへ走らせる。いいボールだ。ゴールラインを割ったところで終了のホイッスル、一歩及びませんでした。2対1、ファンインジンシュンまさかの逆転負けを喫しました。I will let you win this game.